こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。前回ポップス系の解説したのが意外と反響があったので、ポップスのコピーはもうコピーまでですね、多分何千曲もコピーしてるんで、取りためた譜面が山ほどありますから、ちょっとずつ僕の好きなこうドラムのリズムパターンの配置とかフィルインの解説をしていきたいと思います。まずは今回はですね、サザンの松田さん、僕大好きなんですよ。この人のすごいこうドラムの組み立て方がすごく頭がいいって感じがして、本当いつも大好きでいっぱいコピーしてありますが、この「ごめんよ僕がバカだった」っていうのが、まあ「キラーストーリー」というアルバムに入ってて、ちょっとメジャーではない曲なんですけど、とってもよくできてて、でこの足の選び方がすごくこう、あ、本当素敵だなって思うというのを解説していきます。まずこの曲の、組み立て、何がすごいかというとですね、サザンとか、こういう海を連想するバンド、あとはユズとか、ユズなんかはギタリストがこう作曲する8ビートの曲なんかは、だいたい足のパターンがというパターンになりがちなんですね。ギターがジャーンジャジャーンジャジャジャになるので、そこに合わせる。でこういう海を連想するバンドはこうサーフって言って、こうシンコペーションすることによってこう波をというこう寄せては返すみたいなイメージをしやすいもんじゃないかなって僕は思ってるんですが、この僕は8ビートを2つのパターンしかないって考えていて、まあ A というのはシンコペーションしないパターン、 B がシンコペーションするパターンという2つです。16ビートはもう1つ増えるんですが、この2つ8ビートはこの2つになります。でそうするとこう今回はこう B のバリエーションなので、ここにはドーンが最大ここまで入るんですね。1の裏、これはスネアを押すためのドーンで、ここはシンコペーションなんで3拍頭はバストラを入れれないんですよ。これ入れちゃうと A のパターンになっちゃうからね。だからで受ける時のこのパターンで、最後裏から表へ行く時のパターンで、この1のパターンはまあロックのパターンでよくあるんですが、力強さを感じないとで、次2個目のドーンはシンコペーションした音の手前に入るのでスムーズな感じ、スムーズにつながっていく感じで、4の裏最後の裏から表にこうスムーズ、この同音っていうのは僕の理論では基本的に足しても引いてもいい音なんですね。なんで、骨格は変わらない。要はベースはシンコペドドタドってベースを弾いてるから、ベースのパターンと合わせていく、そうすると一体感。これね、別に B をベースが弾いてても A を弾いてドラムが叩いてても問題ないんですよ。ただ同じ B に行くとシンコペーションは一体一緒に飛ぶ感じがする。だから B を変形させたいっていう感じね。で B シンコペーションすると進行感は減るんですよ。こうジャンプするから毎回。だからもっと進行感、この方がスピードが一定なんで上がっていくんですね。だから相手が B だけど自分が A に行くっていうのは、相手にシンコペーションさせてふわふわさせといて、こっちは進んでいくというベースとのこの掛け合いとしてはこれは成立するんですね。ただこの B をこのドーンを入れたり入れなかったりするだけでこんだけ膨らむんだって。 A のパターンはさっきの2のドーンが1個も入らない。
そうすることによって不連続でなおかつスペースが。ね、で B になると、まあ、1コラス目こう叩いてましたが、2コラス目から要は2のドーンを入れるわけですね。そうすると A に対して B の方がスムーズだから、 A はこうスペースが空いててこう途切れ途切れな感じから、 B でこうリズムがこう進行し始めると。で言うと B のパターンなのにもかかわらず、このドーンの2番のドーンを入れるか入れないかっていう、しかもその配分の仕方は1番の力強さでない、要は力強いシンコペーションとそうじゃないシンコペーションがこう押しては寄せて押しては寄せてっていう感じのこう空間をこうちゃんと2小節パターンで作っといて、で B で進行させて、で1括弧で1回リズムは止まって、でまた振り出しに戻る。2回目はというふうに決めをして、でフィルインを入れてサビにつなげるということですね。この A と B のパターンのこの変形の仕方は、同じベースラインなのにもかかわらず、ドラムがこんだけのこう進行感を作ることができる。これはすごいな。で C はまあタラランタッタタラっていうこう、まあボーカルのシンコペーションに合わせた足の選び方をしています。そうするとシンコペーションが1小節目の小節の間に来ると。で、うったんたんガッガッガガンガの部分に関しては、シンコペーションもこの足の部分、このリズムのパターンでいけるので、行き切ってまあフィルインだけで。というふうに、でまあ、フィルイン4は、まあ、ライドから組んで、これね、4番のところの注釈書いてるんです。綺麗にいこうと思うと、なんだけど2のスネアだからの方が楽で聞こえるんですが、これ最後ここにバストラを入れると、まあ、よくやる手法でつなげやすいです。両手の決めの手前にフローが入っててってやるとやりにくいから足を挟むことが多いですよっていうお話でした。あとまあヒルインをやったりいろいろしてますが、こういうふうにフィルインを入れたりとしてますが、ポイントとしてはこのリズムとしては、今回言いたいのは A と B しか A と B というパターンはないんだけど、この B を膨らませるっていうところが今回言いたかったところですね。で A と B の使い分け、 A のまた道具の入れ方がこう膨らまし方がいっぱいあるので、また次の曲でやってみたいなと思うんですが、 B のこのリズムパターン、つまり基本は頭とシンコペーションしてスネアで、これに対していろんなところにドーンを入れると。基本は一緒なのでランダムに入れても構わないんだけど、うまくある程度組み立てておくとこのように A と B だけで、だから A と B をずっとでやってたら A と B の区切れ目っていうのは、まあ、ほとんどリズムでは表現できないってことになってしまうんですね。これを足のこの組み立てで表現してる、まあ、意識されてるのかどうかわからないですが、僕は松田さん多分センスで多分そうやって聞こえるように多分踏まれてると思います。こういうふうにしようっていうのが聞こえてくる感じがしますね。でセクションマニュアルっていう私はあの教材出してますが、そのセクションマニュアルのところのまあロック的な決めで打った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 、もうロックの場合は全部ゴツゴツに合わせちゃって、でもまあ例えばこれを普通に合わせると
じゃんじゃんっていうのとガッガッガっていうのとだんだんはこの3種類に3つの部分に分かれて後半は比類に変えるなどにしても全然構わないと思いますが、これ、実際は1回目は8ビートのパターンのまま行き切ってますが1カッコですね。1カッコはこういう風になってます。これはここでドーン入れてシンコペーションの蹴り足で2回シンコペーションをするんですがここにスネアが入ります。このスネアは何かというとこれは 2-4 のスネアなんです。8ビートって2-4のスネアがあるので1の裏とか3の裏のシンコペーションやりにくいんです。飛び越えようとしてもこいつが邪魔しちゃうんで、ただうまくやればだからビジュアル系のバンドでまあこう若い子たちなんかはこのシンコペーションほとんど入れないですね。だからもう全部2と4のシンコペーションだけしか合わせてないという形になることが多いんですが、この1と3の裏のシンコペーションが8ビートでもうまくできるとかなり膨らみが出るんじゃないかなと思います。でこれ、僕なりにこのセクションマニュアルの教材でやってもらうと普通にジャンジャンのとこは綺麗に読み替えてこれ同じように変形させてもらえばいろんな変形のパターンが出てくると思います。あとはというような、セクションの持っていき方をしています。あとはフィルインですね。フィルインはこの元々はっていうのを2回目は3回、3番のところにフィルインが入れてますが、このタンタに対してちょっとずつ音が間埋まっていくでしょ。これって、まあ、16叩く時って普通はよっぽどアクセントをやりたい時以外はポップスの場合は16分布って1と4にアクセントつけること多いんですね。そしたら5番のリズムも10番のリズム、まあほぼほぼ聞き取れないというか全部同じ意味だと思ってもらえばいいので、これは入れ替えても全然いいですよっていうお話でございました。まあイントロの話ですね。イントロは、ギターの引っ掛けから入ってそこの引っ掛けのシンコペーションから合わせて、まあこれ3回繰り返し、3回目の4裏はこのようにしても全然構わないです。実際まあこの音楽感の感じだったらこれで全然構わないんですが、あえてというパターンに持っていかれています。これなんでかっていうと、まあ僕の経験上ではフェスとか大きいところでやると次のセクションに決まるときはみんなでシンコペーションしてるとかいいんですけど、次のセクションに行くところの頭の音ってシンコペーションしちゃうとなんかこう広いし聞こえづらいからこう頼りない感じに聞こえてしまうときがあって、僕は結構表のバストラをドンって入れたりとかしてます。その方がバンドもまとまるし安定するんで、みんながシンコペーションしてるけどドラムはシンコペーションしないという方向に行くということですね。ここの姫はダン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 裏裏をクラッシュで合わせて、で表スニアで、で最後ここのバストラ、これ聞こえなかったですが、まあ止まって安定させるときはバストラ大入れますねということですね。というわけで、まあざっくり今回はその要はリズムパターンはシンコペーションするものとしないものっていう2種類あって、今回はシンコペーションしているリズムパターンの、まあ、膨らませ方っていうのを中心にやりました。あとセクションのことについて、まあ、セクションマニュアル、出しましたんで、それロックでも使えますよっていうのを
ロックの場合はもう全部フロアとスネアで合わせたりすることも多いんですけど、このままセクションマニュアルのやつをそのまま使ってもらっても全然うまくはまるのでやっていただければいいかなと思います。この譜面、こちらの書いた譜面ですね、取った譜面は、PDF で、メルマガの方は PDF でお配りします。メルマガ登録まだの方は詳細からメルマガ登録していただけたら、このプレゼントさせていただきますので、この譜面と白紙の譜面も使いかなと思って一応用意しておきました。どちらもダウンロードできます。 YouTube ではなかなか見当たらない曲なんで、キラストリーっていうのを CD を買っていただきたりとか、音源をダウンロードしている、すごく夏らしくていい曲だと思いますので、はい、ぜひレッスンなんかで使ってもらったり、自分のコピーで一緒に叩いたりして遊んでいただければと思います。以上です。ありがとうございました。